ジャパン、すごい日本と世界のニュースへようこそ。今回はヨーロッパの HV シフトについてお話ししていきたいと思います。突然ですが皆さん、長距離を走れて給油がすぐにできるハイブリッド車、あるいは外部給電可能となっているプラグインハイブリッド車というのは、車という移動手段としてのツールにおいてものすごく便利だと思いませんか？生産から廃棄まで見た時においても CO2 排出量は低くなるばかりか、必要以上にレアメタル資源を採掘することもない、車に我々が一番求めている遠くに早くたどり着く、そういう意味ではハイブリッド車というものは非常に便利なものです。そして市場のニーズというものは長期的には便利なものに流れていくものです。もちろん短期的には新しいもの、珍しいもの、そういうものにニーズが流れることもありますが、基本的に多くの人間は便利さを求めています。ましてやそれが大きな買い物であればあるほど、普段から使うものであればあるほど、便利さというものは重要なツールになっています。それなのに欧州委員会はこのようなことを言ってきているわけです。便利なハイブリッド車やガソリン車、ディーゼル車は2035年から新規販売するのを禁止します。皆さん不便なバッテリー EV を乗りましょうと。要は日本がハイブリッド車というものすごい便利なものを極めて高精度に作れるのに対して、ヨーロッパの自動車メーカーはそれまでのディーゼルよりも環境に優しくなったクリーンディーゼルで対抗しようとしたものの、2015年9月にフォルクスワーゲンがグループぐるみで不正をしていたディーゼルゲートが発覚してしまいました。これにより消費者のディーゼル離れは深刻化し、ヨーロッパの各完成車メーカーはディーゼルエンジン戦略の根本的な見直しに迫られたわけですが、今さらハイブリッド技術を研究しようにも、トヨタをはじめとした日本車勢の技術には10年どころではない遅れがありまして、ただでさえ内燃機関の技術においても日本勢には勝てないのに、それよりさらに複雑なハイブリッドで巻き返すことは事実上不可能と踏んで、それならばハイブリッド車を禁止にする EV シフトというルールを作ることで挽回しようとしてきたわけです。ちなみに2017年時点で HV と PHEV を合わせたハイブリッドの新車販売比率は 2.8% で、バッテリー EV は 1.5% でした。この頃はどんぐりの背比べでしたが、 EV シフトを積極的に進めてきたヨーロッパにおいては、2023年にはかなりの数が EV に変わってきているのかと思いきや、実はそうでもなくて、むしろハイブリッド車の方が圧倒的に伸びていることが分かりました。本当に圧倒的すぎて驚きですが、これが市場のニーズというわけです。本日はこのヨーロッパのハイブリッドシフトについて見ていきたいと思います。このチャンネルでは日本を応援する立場から、日本や世界の興味深いニュースを中心に様々な情報をお届けしています。こちらは当チャンネルから発信した動画の代表的なものになります。こうした情報に少しでも興味のある方や日本が大好きな方は、忘れないうちにチャンネル登録お願いします。では行きましょう。2023年のヨーロッパでは新車販売のうち 33.5%、 つまり3台に1台をハイブリッド車が占めています。2017年から2023年までの6年間で新車販売に占めるハイブリッド車の比率はなんと 30.7 ポイントも増加しているということです。では一方で純粋な電気自動車であるバッテリー EV はどのようになっているのかと言いますと、2023年は 14.6% ということで、2017年から2023年までの6年間で 13.1 ポイントの増加にとどまってしまっているんです。ヨーロッパ各国はご存知の通り、多額の補助金を投入したり税金控除やらなんやらと様々な優遇策を繰り出してきたものの、欧州委員会が推してきた EV シフトには全く勢いが見られないどころか、むしろハイブリッドにニーズが流れているんですね。ちなみにここでいうハイブリッド車はストロングハイブリッド、マイルドハイブリッド、プラグインハイブリッドを合計したものです。ヨーロッパは合成燃料である e フュエルを使用した内燃機関車を除いて、2035年までに全ての新車をゼロエミッションとする方針ですので、これらのハイブリッドは全て排除される対象ですので、総じてハイブリッドとしてまとめています。ハイブリッドが年平均で 5.1 ポイントほど伸びているのにもかかわらず、バッテリー EV の伸びは 2.2% ほどしかないわけですね。欧州委員会が主導してきた EV
押しの政策にユーザーの反応は鈍いままということです。その一方でガソリン車とディーゼル車の合計である内燃機関車は2017年には 94.3% でしたが、2023年には 48.9% まで急落しました。この落ち込みは 45.4 ポイントということで、ほぼ半減してしまったわけですね。特にディーゼルの不人気は際立っていまして、ディーゼルは2017年時点で 44% でしたが、2023年には 13.6% となっており、 30.4 ポイントも落ち込んでいます。環境意識の高まりとディーゼルゲートもあって、急速に人気を落としていますね。それでも2023年においても、依然としてヨーロッパでは新車販売の8割を超える車がエンジンを乗せているというのが現実ということです。そんな中、イギリスや中国などといった EV シフトを進めてきた国で EV 補助金の停止の動きがどんどん広がってきていますが、ついにドイツも補助金の中止を打ち出しました。もともと2024年末まで補助金を投入する予定でしたが、2023年12月17日をもって終了するとしたわけですね。2016年以降、ドイツは EV 補助金に100億ユーロを費やしてきました。これは日本円にして1兆6000億円ほどになります。財政再建に動くドイツにとっては、 EV シフトに補助金を投入するのはもはや得策ではないという判断を下しました。事実、ドイツの2023年12月の EV 新車登録台数は前年比 47.6% 減と、2022年から半減しています。近年の EV 市場の好調は政府による補助金に依存したものだったわけですね。そもそもドイツは日本に次ぐ内燃機関技術を有する自動車製造大国ですが、 EV シフトを行ってしまえば内燃機関に携わる多くの雇用が失われてしまいます。1兆6000億円をつぎ込んで国民の雇用を減らしていくというわけのわからないことをしているということで、しかもその EV 市場も中国のバッテリーに依存したり、中国製の格安 EV やテスラといった外資系に荒らされたりしているわけでして、日本車潰しのためにしたことが全て裏目ということで、まさに策し策に溺れるという状況となっています。何はともあれ、 EV シフトの旗振り役の一角であったドイツがこのような動きに出ていることで、EV シフトはまたさらに遠のきました。またフランスも中国などで生産している輸入 EV を補助金から外すという行動に出ています。不都合が生じたらルール変更で潰しに来るというお決まりのやり方ですが、結局は後手に回っています。イタリアのメローニ右派連立政権も EV シフトが雇用に与える悪影響を注視していまして、 EV シフトは慎重に行うべきだと一貫していますし、イギリスも EV シフトを2030年から2035年に遅らせ、自動車の選択は国ではなくユーザーに委ねるべきだとスナク首相が声明を出すまでに至りました。その他、ポーランドやルーマニア、ハンガリーやチェコ、スロバキア、ブルガリアなども EV シフトに慎重な意見を持っています。さらに高インフレが続いていることで、欧州中銀 ECB が高金利政策を強化したことも価格が高い EV には強い逆風として働きました。価格が高ければ多額のローンを組まねばならず、金利負担も大きくなるので、そこまでして EV を買うユーザーはそもそも限定的というわけですね。また物の普及の流れとしてアーリーアダプターという考えがあります。これは市場全体の 13.5% が流行に敏感で自ら情報収集を行い判断する層であるという理論です。ちょうど EV 新車販売比率がこの層と同じぐらいになっていますので、ここからは EV の市場拡大は落ち着いていく傾向になるという分析ができるわけです。そのため EU はバッテリー工場などの供給側に補助金を投じる策に移ってきていますが、これは中国のやっていることと何も変わらず、むしろ EU まで域内の EV 産業に補助金を給付し続ければ持続可能な産業として独り立ちすることができなくなるわけです。ましてや市場が EV より HV を選んでいる以上、この状況は改善することは不可能と言えますので、ヨーロッパは EV シフトをどこかの段階で断念せざるを得ない状況となりました。民主主義の国においてはこれは必然の流れです。先ほどお伝えした通り、ドイツの2023年12月の EV 新車登録台数は前年比 47.6% 減となっています。これが全てを物語っているわけですね。果たして今後世界の EV 市場はどう動いていくのか、引き続き注目していきたいと思います。というわけでご視聴ありがとうございました。グループチャンネルアジア情報局
では少しコアな観点で中国経済や社会の実態をお話ししていまして、サブチャンネルジャパンさんのお話では日本の観光地巡りなどしていますので、概要欄からぜひ見に来てください。この動画が面白かったという方はチャンネル登録、コメント、グッドマークお願いいたします。それが何よりのモチベーションになります。ではまた次の動画もお楽しみに。バイバイ。